ロボットが企業の DX 化サポートします。あーまだまだ終わんねえな。こんなことするために大学出たんじゃないんだけどな。何先輩、こういう単純な入力作業って自動化できるらしいですよ。なんか検索したらこういうの出てきました。自動化？はい、僕たちが何もやんなくてもコンピューターが自動で作業してくれるんですって。よし、じゃあそれ導入してもらおう。まあ、絶対便利なんですけど、これをうちの部長がそうやすやすと受け入れてくれるかどうかが問題ですね。あら、確かにな。あ、そういう自動化はないのか。部長へのお願いを、代わりにやってくれる自動化と。もしもし、A じゃないかですか。会社も喜ぶ自動化のシステムないですか。さあ、ここからは企業の DX 化をサポートするサービスのご紹介です。データ DX 化 DX 化とはデータやデジタル技術を使って働きやすい環境や作業の効率化を実現すること、はい、今回はロボットの力で作業の効率化や生産性のアップを実現するサービス、ロボサポをご紹介いたします。タクトシステム株式会社の福井さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。これからの企業にとって DX 化というのはやっぱり重要になってきますか。働き方改革で、生産性の向上ですとか作業の効率化っていうのが求められている中、専門の知識やノウハウが必要なものなので、何から始めたらいいかわからないですとか、IT に強いスタッフがいないというように、導入をしても効果が得られないケースっていうのが実は多いんですね。その効率化のサポートをしてくれるロボサポ、これどうやって DX を実現させるんでしょうか。なるほど。 RPA ソリューションのシンクロイドというものがあるんですが、それによってですね、さまざまな作業を効率化、自動化させることが可能です。へー。 RPA とはロボティックプロセスオートメーションの略で、ウェブサイトからのデータダウンロードですとか、社内システムへのデータ転記など、面倒な繰り返し作業っていろいろあると思うんですけれども、そういったものを事前に設定したロボットが代わりにやってくれるソフトウェアのことです。ロボサポはスムーズな導入や効果の実現をサポートするサービスです、まず実際の業務に使えるロボットというものを開発して無料でプレゼントします。その後にですね、無料のセミナーを開催して、専門の講師がロボット開発のレクチャーを実施します。マジで。さらにですね、無料の1ヶ月お試しライセンスを使っていただいて、実際に効果が出るのかというところを検証いただけます。お試しライセンスというものを提供するソリューションは他社様でもよくあるんですけれども、何にもこうレクチャーを受けないでロボットを作ってみようというのは、慣れていないお客様にとっては結構時間の取られるものなんですね。でそこでお客様の実際のこう業務で使えるロボットというものを効果検証用として、まずは弊社の方で作成してもうプレゼントしますというようなサービスなんです。すごいね。実際にですね、簡単なロボットをご自身でも作りながら学べるハンズオンセミナーっていうものと、あと1ヶ月のお試しライセンスをご用意しております。素晴らしい。プレゼントをするロボットを参考にしながらご自身でもロボット開発をお試しいただけるような期間となっています。まずですね、一つ目の事例は皆様もご存知の出前館様です。出前館でロボット入れてるの。はい、コロナ禍で出店数が急拡大してしまいました。はい、それでバックヤード業務の効率性ですとか生産性の改善が急務だったんです、出店の資料請求の問い合わせ、これまで月に数十件程度だったものが1万件を超えるような状態になってしまいました、そこでシステム改修よりも短いサイクルで効果が出せる RPA を導入いただいて、ロボット開発の意識を弊社にお任せいただきました、はい。でその結果およそ8ヶ月で10個のロボットを完成させまして、一月に10人分の作業時間を削減することができました。すごい。
続いてご紹介する事例は建設業界です、うん、建設業には単純作業中心の膨大な登録申請作業というものがあって、その効率化が大きな課題でした。そうか例えば産業廃棄物を処理するために専用のポータルサイトでの申請が必要なんですけれども、うんうん、入力項目がかなり多岐にわたる、はいはい、上に、まあ、年間でおよそ500棟ですね、の住宅を提供されるような会社様なので、うん、その作業量というのが本当に膨大でした。さらにその法令で定められた期日までにそれを全部完了させなければいけないと、解決策としまして、うん、RPA の導入を検討されていたんですけれども、うん、本当に効果が出せるんだろうかですとか、うん、何を基準に選べばいいのかということで、悩まれていました、はいはい、そこでロボサポのサービスの一つでもある無料のロボットをプレゼントさせていただきました、はいはい、まあ、じっくりとヒアリングをさせていただいて、精度の高いロボットを開発することでお客様の RPA への理解も深まって、うん、安心して導入いただくことができました。うーん、 RPA のライセンスの導入とともにこちらもロボット開発の一式をご依頼いただきまして、はい、8ヶ月で6個ロボットが完成しています。その中でも、特にですね、産業廃棄物申請のロボット、ちょっと待って、すごいぞこれ。毎週5時間ほどかけていた業務がおよそ20分というところに、かなりですね、時間を短縮することができたという、ありがとうございます、事例になっております。以上ですね、ご紹介した導入事例は弊社のウェブサイトに詳しく掲載しております、うん、ぜひご覧ください。はい、というわけで RPA 導入をサポート、ロボサポ以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ロボサポ承認です。承認いただきます。